ん？どうした、天地？兄さん、何してるんですか？何もしてないの？いや、暇してるよ、暇。うん。一緒にやりませんか？なんか、もう緊張してない？ちょっと、心臓止まっちゃうかも。あ、いいよ。まあ、レベル1だけどね。まあ、やるか、じゃあ。アイテムショップからクリエイターサポートレイ FN 絶対してくれよな。よーし。あれ、天使どこだ。あ、遅いね。で、いくらの PC 使ってるの。あやあや、500億万円でじゃあどこ降りよっかな。降りるか。あ、降りて降りて。大丈夫、降りて。俺の方まで来て、俺の方まで。どこ、お兄さんどこ。入った。初めてフォートナイト。いいかもしたことありません。あ、初めてなんだ。なんでフォートナイトやってんの。お兄さんと一緒にやりたかったからです。そういうことね。でさ、俺さ、前から気になってたことがあるんだけど、いい。嫌です。嫌ですか。あのさ、あ、なんで天地ってさ、俺のことお兄さん呼びなの。おいらってさ、シティストでさ、同じギャングに入ってたじゃん。そこでさ、なぜか俺だけお兄さん呼びじゃない。他の人は普通に名前で呼ぶやん。じゃあおかんのことなんて呼ぶの。お兄さんでーす。え、そうでしょ。名前じゃん。俺なんか一度たりとも名前で呼ばれた記憶ないんだけど。でかいなー。それ理由はないの。5年後しまーす。リーバーちゃんあるってこと。あるけど言いたくないんだ。そうだよ。そうなんだ。まあじゃあ、まあまあいいや。じゃあ言いたくないって言うなら、まあ別にね。気になるけどね、お兄さん呼び。そんなか。あらあら、これだ、なんなに。キノコのコノコ元気。出た出た。倒しましたよ。じゃあ分かった。で、簡単な質問にしよっか。天地は今何歳。天地はね、うん、とってもキラキラスーパーなごちゃいです。あ、ごちゃいなんだ。そうだよ。それ幼稚園何年生それ。ほんと、わかりません。お前設定ガバガバやん。天地じゃあ YouTube 歴何年。5歳でーす。はい、じゃあ0歳で YouTuber デビューってこと。そうだよー。それやばいね。だから天才なんだよー。あ、そういうことね。じゃあ何、あの YouTube で日が6年になった時に6歳になるってこと。そうでーす。じゃあ年齢上がってってんだ。そうだよーそれどの偉い人が考えたのそれ。あははははは。どうですか。考えました。適当なこと言うなよ。俺そんなガバガバな設定にしねえよ。いやー、せいぜい小学生ぐらいにするわ。だって5歳でしょ。お前5歳って喋れんのか。天才的に喋れます。あ、天才、そういうことだね。天才っていう魔法の言葉で全部どうにかしてんだ。うわーすごーかっこいい。天地じゃ彼氏いる。彼氏。お兄さん、何？ 500 回目ですか？いや、今日のこの初めてのフォートナイト面白かったら動画にするから、やっぱみんなに向けてね、やっぱ天地に彼氏がいるかどうかっていうのは大事だから。天才、天地はいません。あ、いないんだ。じゃあどんな人が好きなの。お兄さん。何？お兄さん、そんなお話ばかりするの。いや、違う答えれないからさ、今聞いただけよ今。優しい人？優しい人でーす。お前5歳の相場は足速い人だろ。足は速い人でーす。先週がとても速い人が好きでーす。聞かれないの逆にさ、リスナーとかに。あんまり聞かれないかも。いや、本当に YouTube 5年やってんだよね。喋るのに時間かかりすぎじゃない？ちゃんと考えてわー。あ、煽ってる、もしかしてこの人のことを倒して。誰？あ、ごめん
相手から見たら大煽りだけど今。じゃあ特技とかない？特技とか。特技はお絵描きだ。あ、絵が好きなんだ。歌とかも得意でしょ。歌。歌は得意じゃないよ。秘密にして言わないで。歌だってさ、オリジナルソングとか出してるじゃん。やだ、やめて。ちょっと歌ってよ。やめて。キラキラ。あ、違う違う、幼稚園児バージョンじゃない。違う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 よ。それじゃない。天地聞いてる？天地なんだかおじいさんの歌が聞いてたかも。だってやっぱさ、歌得意ならさ、歌えるとこ見せた方がいいと思うんだけどね。だってチャンスだよ、チャンス。天地今ここで天地が歌うまいってなったら、これからの歌ってみて伸びるんだよ。いいの本当にここで歌わなくて。キラキラお前ふざけんなよ。お兄さん、何にこの世界に来てまだ絵が持ち打ってないでまだお散歩しかしてないか。こういうさ、 FPS とか TPS は得意なの？得意だ。何のゲームが好きなの？天地は。天地はね、とってもとっても面白いオーバークックが好きだーす。オーバークックは何？何ゲー？お料理を作りまーす。クソゲーじゃねえかもうそれ。で、料理を作ってどうすんのそれ？お客さんにプレゼントしまーす。働くゲームってこと？そうだよー。それが楽しいの？お兄さんも一緒にしよう。あ、やだよ。多分このさ、動画が出たらね。うん。もう多分天ちゃん妹みたいになるだろうね。誰なぁ？誰？俺以外におんのそれ逆に。これ、これすごいよ。妹。はぁ、どれ？これ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 。こう、ジャンプして使うと、飛べる、こうやって。ジャンプして、ジャンプ。撃て。そう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 ！かっこいい！ちなみに攻撃もできるからパンチ。はやー、すごーい。よし、それ倒していくぞ。ついてこい。あ、天地下にいる。これこれこれ、殴れ殴れこれ。あー、これ殴りいけ。これ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 、殴りいけ殴りいけ。いくよよし、片方やったから、あとやれ。やったれ。はーい。ちょっとすごいかも。すごいでしょ、これ強いか。困ったらこれな、やるか。バラバラになっちゃった。じゃあ天地さあ、わあ、嫌いな配信者いる？全然いない。あ、じゃあこうカットするから。何？カット？うん、ここ使わないから。嫌いな配信者いる？本当にあんまりいない。あんまりいない。それあんまりいないってことはちょっといるみたいに聞こえてるからね今。違うよ。全員好きなんだ。やこれさあ、これなんかボットしかいない気がするんだけど、天地さん。嬉しいでーす。あ、嬉しくないでーす。全然嬉しくないです、こっちは。お兄さんが全員倒してまーす。じゃあそろそろ聞こうかな。なんでお兄さんって呼んでんの？気になるんだけど。俺だけ名前で呼んでもらえないの一生。いやー、ではですねー。おう。どん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 。お兄さんがおギャングさんに呼んでくれた特別な人だからです。浅いな、思ったより。あ、なるほどね。兄貴みたいな意味ってこと？要は。そういうこと？あー、そんな感じでーす。
いやいや、今付け足したな、今。ギャングとかヤクザの世界では、兄貴とか言うもんね。知らない。これ、ごちゃいだもんね、まだ。おい、敵あと一人だぞ、天地。いつの間にか。てか、あそこにいない、天地。終わっちゃう、これ。撃て。あそこ撃て。そう、指撃て。どこ撃ってんねん。じゃ、あそこだって。あ、降りてきた、降りてきた。じゃあ、天地。最後にじゃあ、次、俺と一緒やるまでに宿題出していい？何ですか？このゲームを10試合やってきてください、一人で。そうすると、このボットマッチから抜けれるからね。500年後でもいいですか？ダメ、それまで一緒にできないからね、でも。500年後でそしたら一緒にやるの。さあ、頑張ってやります。はい、頑張ってね。ということで、まあ、天地のチャンネルが明るかったので、ぜひチェックしてあげてください。じゃあ、また次回の動画で。チェックしないでください。チェックしないで。そんなやついないから、YouTuber で。そんなやついないから。恥ずかしいから。あ、天地で歌ってるとかね、見れるのでね、ぜひ見に行ってください。やめてということで、また次回の動画でお会いしましょう。やめてうるさいな、お前。うるさいな。